釜マインターパークは、大分県佐伯市釜マ大技森崎裏にある、直売所、レストランを備えた、休憩施設である。東九州自動車道釜マ IC から南へ800メートル、進んだ海沿いにある。国道388号沿いにあり、眼前には、リアス式海岸のイノシシクシワ湾が広がる。施設の運営は、海辺株式会社により行われており、物販所、海辺、 レストラン、笑いよ、24時間利用可能なトイレと駐車場、観光案内所等が備わっている。構え、名古屋地区への観光客呼び込みや、漁業の振興に加え、東九州自動車道の SAA、PA 代替施設の整備を目的として建設された。大分県の南の玄関口というコンセプトのもとに、愛称を募集した結果、施設名は、構えインターパーク海辺の市に決定した。 2015年3月18日19日のミニオープンを経て、同年3月20日にグランドをオープンした。東九州自動車道構え IC の前後が、新直轄方式による無料区間であることを踏まえて、施設に SA、PA としての機能を持たせるために、構え IC から約800メートルという比較的近い位置に建設された。 インターパーク建設に至った背景として、東九州道の大分松岡パーキングエリア、川南 PA 間では2019年9月に、佐玉木 PA が完成するまで、SA、PA が一つもない状況が続いていたことから、沿線住民等により、SA、PA 代替機能を持つ、施設の整備を望む声が上がっていた。なお、佐柄木 PA は上り線のみの開業のため、 下り線については引き続き 150km の空白地帯が残ることになる。また、近くのガソリンスタンドに、日曜日も営業するよう協力を求め、施設を利用する車を案内している。東九州道における SAA、PA 外体施設の整備を行った例としては他に、道の駅北側は、今や道の駅の型荒さの塔がある。ありがとうございます。